首都東京。未曾有の大災害に襲われ、バリケードによって封鎖された東京では、異変が発生していた。都内に残された乙女たち。その体に、突如として色鮮やかな入れ墨が生じたのだ。入れ墨は、不可思議な力を乙女に与えた。中でも能力が強く発現した23人の乙女たちは、組織を結成し、暗躍を始める。23区連合。政府は入れ墨の力を恐れ、連合による都内の支配権と引き換えに、入れ墨を持つ者は、都外へ出ることを禁ず、とした入れ墨封鎖令を提案。これを連合側も受け入れ、都内は一応の秩序を取り戻す。偽りの平和が訪れて数年、区外地域で不自由に暮らすことを余儀なくされていた人々の間に、噂が流れ出す。連合を倒せば、封鎖令は解かれる。だが、強大な連合を誰が倒せるというのか、人々が諦める中、外に出たいと願う乙女が立ち上がる。彼女の背中には、小さく光る入れ墨。それはかすかな希望の証。その背中、私が仕上げましょう。都内全域を揺るがす動乱が、今、幕を開ける。かわいいものを探しに行くにゃ。はじめましての人ですにゃ。あなたは誰ですにゃ。え、ポリシー？本当に実在したのに、そんな何かの間違いにゃ、タマの入れ墨に可能性を感じたなんて。タマにも確かに入れ墨はあるけど、とても23区の人たちと争えるような入れ墨じゃないにゃ。強い願い？うん、ある、タマはね。かわいいものを集めたいにゃ。きっとこのタマシじゃ見つからないかわいいものじゃ。都内の各地にはたっくさんあるに違いないはずですにゃ。あ、ほんとにゃ。嘘なんか言ってないにゃ。え、入れ墨を振るのって、タマ、痛いの嫌いだけど。タマ、我慢するにゃ。堀さん、タマからお願いするにゃ。タマの入れ墨を都内を支配している各国の組長さんに負けないような、すごいすごい入れ墨に仕上げてほしいにゃ。それじゃあこれから一緒に頑張るにゃ。頼んだにゃ、パリッさん。
とばっか。でもなんだか楽しそうにゃ。タマも遊べるのかにゃ。にゃっと、みかじめポイントがあれば参加できるにゃ。やるにゃやるにゃ、楽しいこと増えるかもですにゃ。あのサイコロのが楽しそうにゃ。チリチリ言ってるにゃ。はいはいはーい、タマも参加しますにゃ。あら、そこのお二人さん、初めてお越しの方ですね。こちらの賭場ではチンチロリンで遊べます。チンチロリンは初めてですか？遊び方の説明をさせていただきますね。さあさあさあ、いざ尋常に。勝負、ひふみ。これがタマの実力にゃ。こちらの負けでござんす。ダブルアップ、もちろん挑戦しなんすね。乗るにゃ、勝負にゃ。負けな、デメ5にゃ。デメ3。絶好調にゃ。負ける気がしないにゃ。さすが、運をお持ちでありなんす。もう一度勝負しなんすか。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。デメ6。さあ乗るかそるか。勝てそうにないにゃ。やめとくにゃ。負けちゃったにゃ。大丈夫、こちらの勝ちでござんす。もう一度勝負しなんすか。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。デメ1。さあ乗るかそるか。乗るにゃ、勝負にゃ。デメ1にゃ。負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。十分楽しいのにゃ。また来るにゃ。いつでもここにゃ。
畳のお部屋はいい匂いですにゃ。ひなたぼっこしたいにゃ。ゴロゴロ。Thank you.
またお越しいただけるなんて、どなた様も、テラセンの…さあさあさあ、いざ尋常に勝負！デメ6。さあ、乗るにゃ、勝負にゃ、デメなしにゃ。デメ4にゃ。負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。もう一度勝負しなんす。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。デメ1。さあ乗るかそるか。乗るにゃ、勝負にゃ、デメなしにゃ。デメなしにゃにゃー、てめなしにゃー。負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。もう一度勝負しなんすか。さあさあさあ、いざ尋常勝負。てめ3。さあ乗る乗るにゃ、勝負にゃ、てめ6にゃ。強い子なのにゃ。こちらの負けでござんす。ダブルアップ、もちろん挑戦。乗るにゃ、勝負にゃ、負けな、デメ2にゃ。デメ3。そんなバカにゃ、たまのか。残念でござんしたね。懲りずに挑戦。十分楽しいのにゃ。また来るにゃ。いつでも。
はどなた様も寺船のご準備はよし。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。デメ5、さあ乗るか。乗るにゃ、勝負にゃ。デメ3にゃ。負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。もう一度勝負しなんすか。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。デメ5、さあ乗るか。そい、乗るにゃ、勝負にゃ。デメ2にゃ。負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。もう一度勝負しなんすか。さあさあさあ、いざ尋常に勝負。地頃、負けちゃったにゃ。こちらの勝ちでござんす。十分楽しいのにゃ。またいつでもここに遊び。入れ墨の国にゃ。